いや 今日も雨降りだね。だってずっとさ、東京に暮らしてんだけど、晴天続きの日がすごく長くて、そのおかげでやっぱり結構寒くなった時期もあったんだけど、今日は雨が降ってくれたのと、これからさ、聞くとこによるとですよ 聞くとこによると、なぜそう言うかというと、あんまり信じてないっていうか、信用してないっていうか、別にこれといってね、問題視してないんだけど、北極並みの寒さが来ますとかね、雪も降ってきます。だって当たり前だろう、冬だぜって、その感じで考えていきゃさ、別にニュースキャスターの皆さんなんか一生懸命どっかの現場に行ってね、寒さの格好で着込んじゃって、こうマイク持ってこうやってらっしゃいますけどもねって、やってらっしゃいますけどもねって、敬語をここで使うべきかどうかともかくとして、なんかさ、そのことしか言うことねえのかなと思うわけだよね。正直、ここまで生きてきて、皆さん僕のことをいくつぐらいの人間だと思ってるのか分かんないんだけど、それ別にプライバシーだ、個人情報だなんて、そういうさ、なんかこう、小ずわしいこと言う気はここでは全然ないんだよね。だけどこうミュージシャンでしょ、ミュージックアーティストなんだから、別に年齢がどうしたとか、親がどっかの会社に勤めてましてね、私もそこに 2代で行ってますとか、うち僕あんまりそういうのは全然関係ない生き方してる。言うなればこの日本という国で割とこう異質な、自分じゃそう思ってません、だけど異質な人生をこう送ってきてるのかなと、多少垣間見てみればということですよ。振り返ってる暇なんかないじゃない、ある？皆さん、昨日はとかね、去年はこうだったって、言える人はある意味おめでたいとは言わないが、言っちゃったが、でもそういうつもりで言わないけど、やっぱりちょっとね、緩すぎるなと。緩くていい時代があって、もう目いっぱい緩めていただいた方々たくさんお見受けしますけどね。だからこう今日もテーマにしている、目の前にだん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 こう何迫ってきた、迫ってきたって言い方が面白いなと思うんだけど、近づいてきたっていうのはあんまりこう最近言わないんだよな、このバレンタインデーに関してはね、迫ってきてから、朝礼当番とかとかね、やめなさいよって、関係ねえじゃねえか、それよりも豆大福の方が全然うまいと思うけどね、サンリオチョコレート、いろんなね、チョコレートメーカーの人は申し訳ないけど、いろんな思惑を持って作ってるでしょ、あれだって原材料とかあれ全部さ、ほとんどが輸入だと思うんだよね。だからその今、立派な指導者のおかげで我々結構ね、どっちかっていうと国際的にはね、あくまでね、国際的には結構きつい思いをしてる国に住んでるんだ。わかる？これ。そこでさ、結局はこのバレンタインデーが本来のラブだな。ほら、これだよ、これ、これ。よくやるじゃん、欧米のスポーツ選手から何から何まで、こうやって、普通の人もこうやってやって、ハートのマーク、私のハートピュアですよ、ね、愛してますよとか、こういったような結構やるんだけど、この国はあんまりやんないね。子供でもやってんだけど、やったらいいんじゃないかなと思いますけどね。そういう中をいろいろ生きてきて、皆さん、ご苦労様です。ね、愛を持って、そして愛に応えていこうかみたいなさ、そういう精神がバレンタインデーに値するんだけど、ただ何か物体を送っただけ、クリスマスも、日本人の解釈のクリスマスもよく似てるよな、なんか形を整えればいい、大体この国って形を整えたがるよね、あそこにかかってるジャケット、もうちょっと右に寄せてくんないかな、お願いします。それでね、形というのは、確かに整えるっていうことは、いいんだよ。いいんだけど、実用的じゃないんだな、これがよくね。それでいい。だから、そんな感じです。だから、バレンタインデーも、本来の趣旨の、愛の手を、優しい心はいいんだけど、中身のあんまりこもってない、外見的な優しさみたいなの多いな。そうじゃないふうな生き方を、してもらえないもんかなと思って、今日は、ラブがテーマであり、そのバレンタインデーの予兆 新宿の方に予兆町ってなったけど、あまり関係ねえか、いいや。そうだね。じゃあ何をやろうかな。
でも世の中垣間見てみればさ、ほとんどがだよ、ラブソングばっかりじゃない。みんなそうだよ。それも大体男の側から結構あの歌ってる曲って多いな。 Oh my love, my darling, I hunger for your touch alone, only time. まあこれもそのうちやろうかなと思ってるけどね。Unchained Melody だよ。Unchained Melody どういう夢なんでしょうかね。Unchained つまんねえメロディー、そうじゃなくて、もうその自分の心は縛られていないフリーな気持ちであなたに向き合ってるこの愛をみたいな感じの曲なんだけど、まあ、これなんかそうでしょ。だから365日 365 days all around love 状態に音楽はなんかあるような感じはするけども、やっぱり僕がこうこのサイトを通して60年代半ば、まあ、50年代ぐらいでもいいけどさ、エルヴィスなんかその辺から出ていってるしね、 Love Me Tender とかいろいろいい曲あったんだけど、まあそれがテーマですね、うん、まああのちょっと口はまったいけど、音楽って一番素直になれる時だってそうじゃない。モーツァルトの作品聞いてあれ目くじら立てる人まずいないと思うよ。なんだかよくわかんないけどこれ気持ちいいなんて。でモーツァルトの作品これついでながらちっちゃ植物に失礼だな、失礼だな、やっぱり畑とかああいうところにモーツァルトの曲を流すと育ちがいいんだってね。えお宅の息子さんも育ちいいでしょう。余計なこと言っちゃったな、まあいいやまあそうであってほしい。それで今日選んだのはまあ名曲中の名曲とももうこれ言えるのかな。僕が物心ついた時、そしてちょっと音楽に意識を始めた時にこの曲聴いた初めて。2つの違う聴き方したような方、一つはオリジナルのエディット・ピアフさん、この人フランス人だな。まあ、人生を自分の愛とそのほとばしる情熱であるその、まあ、恋心をそのままストレートに歌い生きた人。もう一つは日本人のどっかの誰かっていう方が歌った曲で日本語にして歌ってらしたやつ、まあ、これもそんなに悪くなかったけども、やっぱりオリジナルの持ってるあの凄さだね。愛に向かってのあの一途な、一途だけじゃダメなんだよ、一途な誠意ひすみがたっぷり入った愛をその相手に向けたと。女性から男性だ、こう思われる男って幸せだよなと思って、本当に17、18の頃だったと思うんだけど、いや本当これマジで言ってるんだと思ったよ。だってマジで言ってるっていう思っちゃったのはやっぱり日本でどっぷり使って生きてたからだよね。やっぱり日本人やってたから、フランスあたり、まあ欧米はこういうの普通らしいけどね。まあそんなわけでこの If You Love Me っていう英語の題名がついてるけど、なんつったっけ、フランスの題名はちょっと忘れました。今日は英語で歌うけどね、まあでもあのいいなこの曲な、セントバレンタインステージでぴったりだと思うけどね。If the sun should tremble from the sky, if the sea should suddenly run dry,If you love me, really love me, let heaven, I won't care if it seems that everything is lost. I won't smile and never count their cost.Love me, let
If you want me to, I will. You can sip me any task. I will do anything you ask. If you only say you love me, Steve. When at last alive on earth is I would share eternity with you. If you love me, really love me, let it happen. I won't care. If you が入るところがいいね。If you だから冬の曲かいなんて思ってる方、まあどっちでもいいじゃないですか。いい曲ですね。I won't care.